私の名前はチーニャ。今日から中学生活が始まる。じゃーん、見て見て、新しい制服だよ。お姉ちゃんかわいい。ほんと似合ってるわ。でしょ。中学生になったら新しいお友達も増えるの？そうね、違う小学校から来る子もいるみたいよ。どんな子なんだろう。楽しみだね。うん、楽しみ。今日から新しいお友達をたくさん作るぞ。家を出る前は気合十分だったんだけど、やっぱり緊張するな。新しいクラスメートはどんな子たちなんだろう。そうだ、教室に入ったらまず大きな声で挨拶してみよう。作戦その1、大きな声で挨拶。おはよう。って誰もいない。まだみんな来てないのかな。ちょっと早く家出過ぎたかな。よし、今のうちにトイレに行っておこう。ふう、すっきり。あれ、トイレに行ってた間に同じクラスの子がもう来てる。初めて見る子だ。かわいいな。あの子と友達になりたいな。でもどうしたらいいんだろう。いきなり話しかけるのも緊張しちゃうしな。そうだ、目が合ったら笑ってみよう。作戦その2、目が合ったら笑ってみる。ニコ。あれれ、全然目が合わないな。これじゃ意味ない。よし、こっちから目を合わせに行こう。ニコ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 。さっきからすごく見られてるような感じがするんだけど、私何かしたかな。あ、目が合った、チャンス。あ、目が合っちゃった、どうしよう。あはははははは。あー、失敗失敗、変な人かと思われちゃったかな。よし、次は思い切って話しかけてみよう。作戦その3、話しかけてみる。はい。しまった、何を話すか考えてなかった。はあ、一年生になったら、一年生になったら、友達100人できるかな。ほほー。あ、友達、友達みっけ。なんて言うの。ほほ。名前、なんて言うの。ほほ。ちゃちゃまる。今日からチーニャとちゃちゃまるは友達。友達。え、私たちってそんな感じで友達になったんだっけ。うんふん。確かに友達になろうって言われたら誰でも嬉しいよね。うんふん。よし、じゃあ次こそ頑張って行ってみるよ。うんふん。ねえねえ。はい。友達になってください。え、私チーニャって言います。ぜひ私と友達になってください。私はメープルです。私なんかでよかったらぜひお友達になってください。うわー、よかった。ごめんね、私とっても人見知りで、勇気を出して声をかけてくれて嬉しかった。いやー、メープルちゃんとどうしても友達になれたくってさ。あ、あの子はちゃちゃまるだよ。私と同じ小学校から来たんだ。よろしくお願いします。これから入学式を始めます。新入生の皆さんは体育館に集まってください。お、入学式始まるって。一緒に体育館に行こう。こほんこほん、これから中野東中学校入学式を始めるだなも。校長のたぬきちだなも。あれ、たぬきちさん、中学校の校長先生もやってたんだ。皆さんは今日から中学生になるだなも。今年は4人の新入生が。あの、たぬきちさん、1年生は3人しか来てませんよ。え？遅れてすまない。
少し待たせすぎたかな。あれ、お花見で会った子だ。どこかに落ちてないかな。君たち、何か探してるの？あの子、同じ中学校だったんだ。君、遅刻だなも、早く座るだなも。まあ怒るなタヌキ、ヒーローは遅れて登場するものさ。校長に向かって、なんという口の利き方だなも。タヌキチさん、落ち着いてください。次に進みましょう。まあお祝いの席だし、許してやるだなも。次はみんなの担任になる先生を紹介するだなも。おっと、行き過ぎた。みんなこんにちは。僕のことは元気先生と呼んでくれ。楽しいクラスにしような。なんか体育会系の先生って感じだね。それじゃあ教室に戻って元気先生のお話を聞くだなも。それじゃあ早速一人ずつ自己紹介をしてもらうぞ。まずは担任の僕から。僕の名前は元気。サッカー部顧問をしているぞ。やる気があるやつはサッカー部に来い。次はちゃちゃまる。おお、ちゃちゃまる、それじゃあサッカー部にぴったりじゃないか。僕の名前はジュン。最近この島に引っ越してきたんだ。私の名前はメイプルです。本を読むことが大好きです。私の名前はチーニャです。5人家族の長女です。あれ、君どこかで会ったよね。うん、ジュン君が妹のヘアピンを拾ってくれたよね。ああそうか、きっと僕と君との出会いは必然だったんだね。必然？はいはい、そこまで。うちの中学は生徒数が少ないからクラス替えはないぞ。みんな今日から3年間よろしくな。よろしくお願いします。それじゃあ最後にみんなで写真を撮るぞ。はい、チーズ。個性豊かなメンバーだけど楽しい中学生活になりそうです。